アーサー・ハーバートは、イギリスの海軍軍人、政治家、初代トリントン伯爵、海軍戦略における、謙遜艦隊主義の言葉の創始者である。法務長官と、国事少書を務めたサー・エドワード・ハーバートの長男で、高等法院王座部主席判事のエドワード・ハーバートは、弟、チャールズ2世に仕えて、第二次英乱戦争に従軍。 イギリス海軍の公衛戦隊司令官に任じられた。海軍士官としては水兵たちからの人気が高かった。イングランド議会の議員でもあり、宗教問題に無関心で多額の給与をもらう立場であったことから忠実な応答派と見られていた。しかし、1687年にジェームズ2世がイングランド国境と以外を公職追放する審査法の廃止を図った際、ハーバートは 国王が求めた廃止法案への賛成約束を拒んだため国会議員や海軍少将など一切の地位から追われた。それからはオランダへと返してイングランド遠征計画に加わり1688年の名誉革命ではエドワード・ラッセルと並んでウィリアム賛成のイギリス入りを推進遠征軍の海軍を指揮してオランダ艦隊をレボンの港東米まで先導した。 その功績により海軍教に任じられる。大同盟戦争が勃発してジェームズ2世を支援するフランスと海戦すると、ハーバートはイギリス主力艦隊の司令長官として前線に立った。1689年にジャコバイトがアイルランドへ進行したのに対し、ハーバートは戦列艦12隻を機関とする艦隊を率いて出撃。4月30日、 バントリーワン所在の優勢なフランス艦隊に挑み、前線の末に敗退した。破れた者の劣勢な戦力で果敢に戦ったと認められ、名誉革命での功績もあって、初代トリントン伯爵位を授けられた。六百九十年六月、戦列艦六十八隻を機関とするトゥールビル薄アンヌイラリオンドコタンタン率いるフランス艦隊がイギリス海峡に出現したのに対し、 ハーバートは、エーラン連合艦隊を率いて出動したが、事前の作戦会議で優勢な敵艦隊とは、交戦しない方針を決めていた。ハーバートは、フランス艦隊に接触後、退避に移り、フランス艦隊の追跡を受けた。状況を知った、メアリー2世から戦闘するよう直命を受けて、ハーバートはやむなく反転し、6月30日から7月1日に、 ビーチヘッドの回線を戦った。ハーバートは海戦中も消極的な行動に終始し、直訴する中央戦隊を後方に留めたため、孤立した前衛のオランダ戦隊は、フランス艦隊の前衛と中央戦隊に包囲攻撃された。英乱連合艦隊は少なくとも10隻近い、戦列艦を失い、フランス艦を1隻も撃沈もできずに大敗した。 7月、ビーチーヘッドでの敗戦から帰還後逮捕され、ロンドン島に収監された。12月に、シェアレス要塞での軍法会議にかけられたハーバートは、自分が艦隊戦力を温存したことで、フランス軍の本土侵攻を抑止できたと弁明。判決は全員一致で無罪となった。この点につき小林幸男は、無罪となったのは、判事役の主官が、いずれも、 元部下であったからではないかと推測している。ハーバートはバージに長期を掲げてロンドンへと戻ったが、艦隊の指揮はラッセルに交代させられ、現役復帰が認められることはないまま1716年に死去トリントン白衣は消滅した。ハーバートの指揮は後世においても不適切であったと批判されているが、彼の弁明に用いられたフリート・イン・ビーイングの言葉はそのまま、 原遜艦隊主義の軍事学用語として定着した。ありがとうございます。